鳥海山は、東北日本湖の西寄りに位置する雄大な成層火山です。60万年の長期にわたって崩壊と再生を繰り返してきたその活動史をたどると、3つの成層火山が重なり合った巨大火山、鳥海山の姿が見えてきます。鳥海山の位置する東北日本は典型的な沈み込み帯です。海溝、火山湖、そして廃湖海盆がきれいに並んでいます。東北日本湖の火山は、火山フロント付近に連なる奥羽山脈に多数分布するほか、その西側、廃湖側にも分布します。鳥海山もその一つです。ところで、これらの火山はまんべんなく分布しているわけではありません。火山が集中する地域と火山が全く現れない地域が交互に続いているように見えます。これには地下深くのマントルの状態が関わっています。太平洋プレートとオホーツクプレートに挟まれたくさびのような場所には対流するマントルの高温領域があります。太平洋プレートの沈み込みによってマントルが引きずり込まれると空いたスペースを埋めるように高温のマントルが上昇してきます。その際、高温領域はプレートに沿って均一に上昇するのではなく指状に侵入していると考えられています。高温のマントルは熱源となってマグマを発生させ、地表に火山を生みます。地表に形成されている火山のクラスターの直下には日本海から伸びる熱い指が存在するのです。鳥海山もこの熱い指から上昇するマグマの雫により生まれたと考えられます。鳥海山が誕生する以前、この地域にはすでに標高1200メートル程度の山が存在していました。鳥海山はこの山を土台として山体を積み上げ、巨大な火山帯を形成していきます。鳥海山の火山活動の始まりはおよそ60万年前にまで遡ります。現在の山頂からやや西寄りの地点を噴出の中心として、円錐形の大きな成層火山を形成しました。古希成層火山帯と呼ばれます。この時期の溶岩は、現在では断片的にしか残っていませんが、一部は現在の山頂付近にまで露出しています。このことから、古希成層火山帯はすでに2000メートルを超える標高を有していたことがわかります。成層火山の宿命というべき山体崩壊は、この時期から何度も発生していたようです。山麓に広がる岩石なだれ堆積物のいくつかは、この時期の堆積物と考えられています。16万年前からは、火山活動の噴出中心が東西に広く分散するようになりました。それまでのような噴出が山体の中心に限られる活動とは対照的です。マグマ噴出率もそれ以前の活動から大きく変化します。古希成層火山帯は高いマグマ噴出率により40万年前までにはほぼ形成されていました。そしてその後はまるで火山の一生を終えるかのようにマグマ噴出率が減少していったのです。ところが16万年前を境にマグマ噴出率は再び高まり、活発な活動を続けることになります。16万年前に起こった噴出中心の変化、そしてマグマ噴出率の再上昇。鳥海山がこの時生まれ変わったかのようです。
この時期は東西広い範囲で溶岩が噴出して古希成層火山帯を覆っていきます。特に古希成層火山帯の山頂部のやや西側に地形的な高まりが生じました。西鳥海火山と呼ばれます。およそ9万年前、西鳥海火山に馬蹄形のカルデラが生じます。この形成は山体崩壊が原因と思われますが、それに対応する岩石なだれ堆積物は特定されていません。爆発カルデラが形成された後はカルデラ内や東部で溶岩の噴出が継続します。鳥の海火口や鍋森山溶岩ドームが形成され、風光明媚な地形を現代に残しました。約16万年前にマグマ噴出率が上昇した鳥海山は、9万年前頃からは低下していました。しかし、約2万年前になると、マグマ噴出率は再び急上昇します。合わせて、東西に広く分散していた噴出中心が、再び山体中心部へ収束し、現在の山頂部、東鳥海火山を形成します。またしても、火山として生まれ変わったかのような変化です。山頂付近から、多くの溶岩が流出し、鳥海山の標高も高まっていきました。2500年前までの標高は、現在よりもかなり高かったかもしれません。また、この時期は、西側の側火山からも溶岩を噴出します。猿穴溶岩は、60メートル以上もの厚さで日本海に突き出しました。秋田県にかほ市木坂田、町や農地の中に多数の丘が点在しています。木坂田には平安時代の初期から江戸時代の中期まで湖、石湖が存在しました。九十九島と呼ばれるいくつもの小島が浮かぶその美しい様は、時代を超えて歌人たちに愛されました。この九十九島を形作る岩塊は、もともとこの地にあったものではありません。これは、木坂田の南東、鳥海山の山の上から運ばれてきた流れ山なのです。今からおよそ2500年前、東鳥海火山の上部が大規模に崩壊します。火山の山頂が北に向かって抜け、馬蹄形のカルデラを形成します。そして、岩石なだれが尾根を越えて島嶼に堆積したほか、北西の木坂田から仁賀保に至る海岸線に到達します。これらの地域には、多くの流れ山が残されました。この山体崩壊が生じた後は、すべてこのカルデラ内での活動となります。
カルデラ内を溶岩で埋め、また溶岩ドームも形成しました。西暦859年から877年、平安時代の貞観期は、史上まれに見る大地変の時代でした。1000年に一度の巨大地震、貞観地震が発生したほか、その前後10年余りの間に火山噴火が相次いだのです。貞観地震の2年後に発生した鳥海山の噴火は、貞観地震との関連性が指摘されています。噴火の様子は、直線の歴史書に記載されています。貞観13年5月16日。これより先は、出羽の国師による話。寿山御訓御塔、大物意味神社は、悪見郡の山上にある。そこは、岩が壁のように立ち、到達する人は稀である。夏も冬も雪をいただき、草木は生えない。去る4月8日、山上に火が上がり、土石が焼かれ、雷のような声がした。山から流れる川は泥水であふれていた。その色は青黒く、周期が充満する。何度も聞いた話だ。死んだ魚が浮かぶ。川は閉塞して流れない。2匹の大蛇があった。長さおよそ30メートル。大蛇は共に流れ出て海口に入る。小蛇の従う者数知れず。噴火の様子を描写する中で唐突に始まる2匹の大蛇の記述。これは一説によれば、この噴火に際して噴出した溶岩の描写である可能性があります。並行して流れる大きな溶岩、そしてその周りに従う小さな溶岩、これらは貞観噴火の際に流出したと推定される溶岩です。それぞれ2匹の大蛇と多数の小蛇に対応すると見ることができます。この時代、京の朝廷は火山を御神体とする神社に対して神戒を授与し、法兵を治めることで噴火を鎮めようとしました。つまり噴火を起こすたびに神戒が上がる仕組みだったのです。朝廷は鳥海山の噴火を大物意味の神の真意と恐れ、この噴火の2年後、大物意味神社に対し聖書が行われます。1801年8月、前年から発生していた噴火がクライマックスを迎え、爆発的噴火を繰り返していました。この頃、溶岩流とともに山頂部に新たな溶岩ドームが出現します。現在の鳥海山の山頂、深山溶岩ドームです。舌状溶岩の上には大物意味神社が鎮座しています。鳥海山の最新の噴火は1974年に発生したごく小規模な水蒸気噴火です。鳥海山は60万年にわたって活動を続けている非常に寿命の長い火山です。しかし、すでに見たように、鳥海山の火山活動史ではマグマ噴出率の急激な変化、そして噴出中心の急激な変化がそれぞれ2度起こっています。
その時、鳥海山は火山として生まれ変わっていたのかもしれません。鳥海山は一つの成層火山ではなく、少なくとも三つの火山帯が入れ替わりながら活動を続けていると見ることができるのです。今の鳥海山は2万年前に誕生した比較的新しい火山といえます。今後も数万年にわたって溶岩を流出し続けるのでしょう。